魚の眠る家。篠原涼子さん、西島秀俊さん、坂口健太郎さん、河合里奈さん、山口紗友香さん、そして堤幸彦監督です。皆さん盛大な拍手でお迎えください。人魚の眠る家の皆さんでございます。まずは事故によって眠り続ける娘を守ろうとする母、主人公の薫子を演じました篠原涼子さんです。皆さんこんばんは、今回はこんなにたくさん集まっていただいてどうもありがとうございます。11月16日に公開する人魚の眠る家、今回薫子という役をやらせていただきました。とても切ない話だったりするイメージが多い方がたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、今回は東野圭吾さんミステリー小説ということで、すごく謎めいたミステリアスなところがすごく描かれてある、本当にハラハラドキドキする、本当にクライマックスがわからない、最後まで緊張感漂う、本当に見応えがある作品となっております。ぜひ期待してご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、娘を前例のない技術で回復させようとする父親、和正役、西島秀俊さんです。皆さんこんばんは、和正役の西島秀俊です。今回深い深い母の愛、狂気をも帯びる母の愛がテーマ の素晴らしい感動作で、これが、ついにワールドプレミアということで、皆さんに見ていただけるということで本当に、非常に興奮しております。期待を超える素晴らしい作品なので、ぜひ楽しみにしていてください。続きまして、最新技術の力を信じる研究員、星野役、坂口健太郎さんです。こんばんは、 ありがとうございます。坂口健太郎です。ありがとうございます。今回、ワールドプレミアということで皆さんに、この作品が届けられる、すごく嬉しいです。僕はこの作品を見たときに本当にいろんな感情が、自分の中に、残って、皆さんにもきっといろんな、感情で見ていただけたら嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。そうですよね、星野の恋人、すいません、真央がいました。河合里奈さんです。真央役をやらせていただきました、河合です。私自身この映画を見て本当に号泣してしまって、なんかこんな素晴らしい作品に自分が混じって一緒に皆さんとお芝居できたことを本当に光栄に思います。早くこの作品を皆さんに見てほしいなと思ってます。今日は楽しんで帰ってください。ありがとうございます。そして主人公薫子の妹美晴を演じました山口紗友香さんです。ありがとうございます。私はこういう映画祭もレッドカーペットも初めてなので、ちょっとドキドキしてるんですけれど、ちょっと何人かの方がさやかちゃんと声をかけてくださってちょっと嬉しかったです。ありがとうございます。私は篠原さんの妹美晴という女の女性の役だったんですけれど、いやもう篠原さんの大きな大きな愛情から来る狂気というものに直接触れて、毎日今もちょっと思い出しただけで息が上がっちゃうぐらいドキドキしてるんですけれど、こういう、もう胸が詰まりそうな思いで毎日演じていました。そういう多分ここにいらっしゃる出演者の全員がそういう思いで現場にいたと思うので、そういう思いを感じていただけたら嬉しいと思います。今日は本当にありがとうございます。最後はこの作品のメガホンを取りました堤幸彦監督です。こんばんは。どうも。ここは英訳しなくていいんですけど、山口さんのしつけ糸が気になるんですけど、これこれはしつけ糸ではございません。違いますか、はい、大丈夫なんですね、はい、大丈夫です。失礼します。ここは訳さなくて結構です。すいません。長い時間おかけ、そしてたくさんのスタッフの本当に丁寧で慎重な
準備のもとにこの作品が出来上がりました。そしてここに並ぶ、本当に日本を代表する素晴らしい俳優さんが、この作品を形作っていただきました。光栄なことだと思います。ここに立ったことが本当に嬉しいです。ぜひ、ご覧になっていただきまして、いろんな感想を持っていただけることじゃないかと思います。一つにくくれる作品ではありませんので、ぜひご覧になって、感想をお聞かせください。今日はありがとうございます。さてまずは篠原さん、はい、まあ、とにかくクライマックスシーン、その感情の発露、まあ、迫真の演技、もう何とも言えない見事なものだと思うんですけれども、ただこの役をですね、最初にオファーされた時に躊躇があったと。で、はい、受けようという決断のきっかけは何だったんでしょうか。そうですね、いろんな思いがありましたけれど、やはりこう一番最後は、まあ、主人が背中を押してくださって、でこんなにすごく素晴らしい作品は読んだことがない、こんなにいい作品をやらないのはすごい損だよっていうふうに言われて、その一言で心が揺れ動かされて、それでちょっとやってみようっていうふうに思ったんですけれど、その前に自分でももう一度見直そうと思って見たら、やっぱりそうですね、たった2時間の世界の中でこんなに人物がいろんな感情になれる作品、なんか自分がこういうお仕事を携わせていただくにあたり本当にいいチャンスだなって、出会いだなっていうふうに思って、こういう作品を逃したら本当に大変もったいないことだなっていうふうに思ったので、ぜひ逆にもう逆に今度はやらせていただきたいですというような思いで、堤さんともご一緒したかったですし、東野圭吾さんともご一緒したかったっていう思いもあって、はい、やらせていただきました。市村さんはこの話を知っていた。はい、知ってました。あ、じゃあ、はい、原作読んでらしたってこと。はい、読んでました。そうなんですか、はい、このステージではちょっとそのクライマックスの話続けていきたいんですけれども、西島さん、はい、その篠原さん、まあ、母親が娘を守り抜くために最後に起こす行動といいましょうか、やっぱり一連のシーンというのはもう、ここで細かいことは言えないんですけども、実際にですね、西島さんはそのどんなふうに篠原さんご覧になってました、現場で。本当に最初の段取りの段階でもう篠原さんはずっと号泣していて、これ結局2日ぐらいかかったんですかね、あのシーンって。そうですよね。で、相当長い時間撮影したんで、これ続くのかなと思ってたんですけども、まあ、それどころかですね、まあ、篠原さんをはじめみんな本当に集中すさまじくてですね、子役の子はもう2人ぐらいカットがかかっても泣きっぱなしで戻れなくなっちゃって、みんなでもう抱いてこうやって慰めるぐらいみんなちょっとのめり込んで、異様なちょっとこうのめり込んだ現場になってました。そのシーンには坂口さんも山口さんもお出になってましたけれども、はい、まあ、同じようにどんなこうことを受け取って、どんなふうに思われたのか、坂口さんからお願いします。本当に今西島さんがおっしゃったみたいに集中力というか、もう現場が凄まじくすごく濃くて、でもやっぱりカットがかかったりすると時々そのリラックスした瞬間に戻る時があったりとか、もう用意の時にはやっぱりもうカウル子さんでいらっしゃったんで、僕はその現場で、まあ、星野っていう役は家族とはまたちょっと違うんですけど、どこか客観的にその家族の形を見ながらもやっぱりどん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 精神が没入していくというか、なんかすごく面白い不思議な感覚の現場でしたね、はい、そして山口さんお願いします。はい、もうカオル子さんがために溜め込んだこの感情の爆発を見て、ちょっと息ができなくなった瞬間があって、クラクラしてめまいすら起こしちゃうような、その日の夜はもうぐったりしてちょっと大変でした。もうとにかく素晴らしくて、もう今思い出してもちょっと、熱くなるような目頭が、そんな感じでしたね、はい、そして川栄さん、今お話にありましたように、はい、まあ、本当に激しく泣いてしまったと、はい、私も東の作品でこんなに泣いたのはなかったかなというぐらい、はい、まあ、涙したんですけれども、はい、その涙の訳といいましょうか、どうでしょうか。やっぱりクライマックスのシーンではなんかこう
皆さんの熱量がスクリーンからも伝わってきて、涙腺が崩壊するっていうのはこういうことなんだっていうぐらい本当に泣いてしまいました。はい、さあそしてレッドカーペットの方にも歩いていただきますので、最後に監督、皆さんに一言お願いいたします。はい、本当にクライマックスシーンは素晴らしくてですね、私が多分一番最初に見たお客さんであろうかと、通常私の場合はモニターを見ながら、すごく客観的冷静でいなくてはいけないというふうに思っていたんですけども、やはり篠原さんを中心する皆さんのお芝居を見るやもうダメでしたね。はい、それぐらいスタッフすらも大きく突き動かす、お芝居をいただいたと思っております。そんなものがギュッとパッケージして、もちろんそれ以外にもいろんな生きること死ぬことにまつわるたくさんのテーマ、そしてメッセージが詰まっておりますので、ぜひ、劇場でご覧いただきたいと思います。ではまずは篠原涼子さん&西島秀俊さんご夫婦役、お二人でまずお進みください。劇中は夫婦役でございました。さあそして坂口健太郎&川栄李奈さん、どうぞ。はいはい、それエスコートで手をつなぎますよね。そして山口紗友香さん堤幸彦監督です、どうぞお進みください。さあいろいろとコミュニケーションを取っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。こんにちはということで、映画祭らしく、はい、撮影させてくださった皆さんも本当にですね、もう Twitter、Instagram、Facebook 何でもいいんで、もうどんどん拡散してください。よろしくお願いします。せっかくのチャンスでございますから。